石川義信は、日本の自治官僚、政治家、行政学者。君党は朝日大受賞。日本大学国際関係学部客員教授。義信の読みは、義信が正式だが、下園と呼ばれることもある。静岡県知事、内閣府中央防災会議委員、地震調査研究推進本部政策委員会委員、全国知事会理事。 災害対策委員会委員長、学校法人静岡文化芸術大学理事長などを歴任した。日本統治時代の台湾生まれ。両親はいずれも静岡県出身の日本人だが、仕事の都合で台湾に滞在しており、石川は生後5年間を台湾で過ごした。1945年の終戦に伴い、家族の故郷である。 静岡県小笠郡佐多摩村に引き上げた。以来、佐渕村で育つ。静岡県立掛川西高等学校を経て、東京大学法学部卒業後、自治省に入る。一時、静岡県庁に出向し、静岡県総務部長を務めた。自治省復帰後は、行政局公務員第二課や、公務員第一課の課長を経て、官房参加長の一つである。 大臣官房総務課長に就任した。その後、国土庁にて、長官官房審議官を務め、自治省に戻ると、大臣官房審議官、行政局公務員部長などを歴任した。2008年2月2日、静岡県男女と無動産がセンターにて1993年に、静岡県知事に就任する。以降連続4期当選。行政改革や、財政再建。 災害対策などに手腕を発揮するが、2009年5月19日、午前に、県議会議長宛てに辞表を提出、同年6月17日に退任した。石川に対する、有権者からの支持率は、総じて高く、人意を表明した後の世論調査でも、県政を評価するとの回答が6割を超えた。知事在任中は、内閣府の中央防災会議委員。 地震調査研究推進本部の政策委員会委員といった防災関連の公職を務めた。内閣に設置された成長力底上げ戦略推進委卓会議の委員にも就任した。また、全国知事会では理事、災害対策委員会委員長、総務委員会委員、同州制委員会委員として活動した。新しい日本を作る国民会議では知事、 市町村長連合会議のメンバーとして参加し、地域、生活者起点で日本を選択する国民連合にも加わった。静岡県や浜松市により設置された公設民営大学を運営する学校法人静岡文化芸術大学では理事長に就任した。さらに財団法人世界緑茶協会会長、財団法人全日本剣道連盟顧問といった役職も務めた。 また、モスクワ国際関係大学から名誉博士号を取得している。2009年の静岡県知事選挙の結果、石川の後任には、ブレーンの川勝平太が就任した。石川は、政界からの引退を表明していたため、知事退任後に、表舞台に立つことは少なかったが、2010年、川勝から中国訪問に同行するよう要請された。 石川はこの申し出を承諾し、川勝と共に副主席の習近平らと会談することになった。2010年度からは日本大学国際関係学部にて客員教授として教弁を取り、地方自治制度など行政学や政治学に関する分野の講義を担当している。2011年6月24日。 皇居での大受賞とークン賞新授式において、朝日大受賞を授与された。組織のフラット化、ポスト削減など、気候改革が実施された静岡県庁舎本館、ファルマバレー構想の中核を担う、静岡県立静岡岩センタースペクト本部、及び、静岡県警察本部が設置される、静岡県庁舎別館2007年2月15日。 シズギンホールユーフォニアにてと発言した。ありがとうございます。